韓国空軍で訓練中の F-35 A 戦闘機の事故が起こり、その原因が発表されましたが、何か隠しているような疑問の残る原因と思われます。今回は、そんな F-35A 戦闘機の事故について見ていこうと思います。日本での整備を拒んでいた韓国でしたが、ようやく修理不可の結論が出たみたいですよ。なんと、お値段、F-35 戦闘機超えのびっくりな修理費に、やっぱり韓国お得意のスペアパーツになるのでしょうか。最後まで見てくださいね。韓国空軍は1月4日に訓練中の最新鋭ステルス戦闘機 F-35A ライトニング2が多田機を南道の水山基地に胴体着陸した事故について、調査の結果バードストライクが原因であったと2022年3月3日発表しました。訓練飛行中であった F-35A は清洲基地を離陸、空対地ミサイルの射撃訓練に向かう途中、およそ330メートルの高度で飛行中に機体の左側のエアインテーク、空気の出入り口にワシが衝突したそうです。エアインテークから吸い込まれたワシは、ウェポンウェイ、機体内武装積載室との間にある機体の遮断壁まで突き破り、戦闘機内部まで取り込まれてしまったので、電子系統の異常で、着陸装置、ランディングギアが作動せず、胴体着陸したということです。ウェポンウェイ内部に着陸装置を作動させる油圧パイプや電源供給配線があったのですが、ワシと衝突したため損傷し、ランディングギアが作動せず、車輪が出なかったというのです。バードストライクで破損した箇所以外に、戦闘機の欠陥や不備、パイロットの操縦による過失は見つかっていないと説明、飛行再開にあたっては、パイロットや整備士に対し、注意喚起と教育に努めるとしています。F-35A の製造元であるアメリカのロッキード・マーティン社などと共同で、正確な事故原因を調査、機体内武装積載室に衝撃が加わった際の衝撃を最小限に抑え、ランディングギアの正常作動、補助作動システムが独立する構築案を協議する計画ということです。韓国空軍関係者によるバードストライクの衝撃の大きさは、燃料を搭載して20トンを超える航空機が、10kg の鳥類と衝突して受ける衝撃量を換算したところ約30トンだったと説明しています。しかし、F-35 戦闘機自体が何かに衝突した場合、搭載燃料などの質量が関係しますが、今回の場合は 10kg の鳥類が時速 900km で衝突したと説明するのが望ましいのではないかという指摘がありました。この事故については、同じ内容の記事が多いのですが、日本のネット上では不自然な点が多く、信憑性に欠けるという声が多々あります。 F-35A 戦闘機はエアインテークの後ろにウェポンウェイが存在し、その後ろに着陸装置があるので、本当に 10kg の足が時速 900km で衝突したのなら、大きな衝撃で機体が損傷することはあっても、ウェポンウェイより後ろの外側にあるランディングギアが作動不良になるとは考えにくいという意見です。時速 900km もの速度で衝突したワシが 10kg だったというのは、どういう状況でわかったのでしょう。本当にワシがいたのなら、鳥の姿形が確認できないほどバラバラだったではないかと思われます。前述の自己説明に誤りがなければ、ウェポンウェイには射撃訓練用のミサイルが積み込まれていたでしょう。ワシは、このミサイルを越えて、さらに、後ろのランディングギアまで到達したのでしょうか？仮に、取り込まれたワシが、後方のランディングギアまで到達し、ランディングギアを作動させる油圧パイプや電源供給配線を損傷させ、ランディングギアが作動しなかったとしたら、主翼下の格納庫も開かなかったと思われます。つまり、ウェポンウェイの開閉もできず、ミサイルを抱えたまま、胴体着陸をしたことになるのです。パイロットの命を尊重する軍隊でミサイルを抱えたまま胴体着陸をするはずがありませんよね。ミサイルを抱えていたとはどこも報じていませんから、ミサイルは収納していなかったとも推理できます。また、ミサイルを収納していたとして廃棄できないのなら、機体を海中に落とし、パイロットには緊急脱出を指示するはずですが、なぜ危険な胴体着陸したのでしょうか。中央日報の記事では、事故当日、
F-35A 戦闘機を操縦していたペ少将は、突然、ドーンという音を聞いたので、計器板を点検したら、操縦桿とエンジンだけが正常で、他はすべて作動を止め、通信も途絶えたと報じているのです。F-35A は、搭載されたすべてのセンサーの情報がひとまとめに処理されているので、戦闘機の電子系統が作動しなかったのなら、当然、ウェポンウェイの開閉扉やランディングギアも作動しなかったのでしょう。今回の F-35A 戦闘機は、3つあるランディングギアの3つ全てが作動しなかったようです。こういった状態での滑走路への胴体着陸は非常に危険です。胴体着陸は場合によっては機体が転覆したり傾いたりして激しく損傷したり火災が起こり悪くすれば操縦士が死亡する危険もあるのです。しかし、この事故での操縦士は負傷もなく歩いて出てきたそうです。正常なのは操縦桿とエンジンだけという状況で不幸中の幸いだったのでしょうか。着陸時の火災に備えて、空中で燃料を空にしなければならないのですが、それについても報じられていないので、どんな状況であったかは不明です。ペ、少将は、後方装置が作動していない状況下、F-35A 戦闘機が内陸部に墜落するのを防ぐために、両岸で海岸線を見ながら飛行したとして述べています。なぜ、この時点で緊急脱出しなかったのでしょうか。ペ、少将は、機体を放棄して非常脱出するべきであったとの声も一部にはあります。機体にバードストライクの跡があったようですが、事故発生から2ヶ月も経ってからバードストライクというのは怪しいとしか思えません。もし本当にあったのなら、なぜ即日発表しなかったのか、不自然です。そもそも、事故当初、操縦していたペ少将は、突然、ドーンという音を聞いたそうですが、何の音だったかについては報じられていません。ワシが衝突した瞬間の音だったのでしょうか？事故原因については様々な意見がありますが、事故機が定期的にメンテナンスしていたのか、また今後どこで修理をするのか気になるところです。最新鋭戦闘機 F-35 が世界各国で運用されるようになったので、多数の製造拠点が必要になりました。現在設置されているのは、アメリカのロッキード・マーティン社のフォートワース工場以外では、日本とイタリアの2カ国のみです。日本には、名古屋の三菱重工業の F-35 最終組み立て検査施設 FACO があり、アジア太平洋地域の国際整備拠点 MRO&U になっています。F-35 ライトニングは、一定時間飛行したら機体を分解、整備するメンテナンスを受けなければならないというルールがあります。このメンテナンスを行うために設置されたのが国際整備拠点 MRO&U です。ステルス性能など各種性能の維持やブラックボックスなど触ることが許されていて、メンテナンス、修理、オーバーホール、アップグレード作業を行えるのはロッキード・マーティン社と国際整備拠点 MRO&U のみです。韓国は日本を避けたいのか、アジアで運用されている F-35 戦闘機の整備拠点は名古屋航空宇宙システム製作所小牧南工場なのにもかかわらず、日本での整備を拒んでいます。したがって、韓国空軍が運用している F-35 戦闘機のメンテナンスのために、高い経費をかけて、はるばる遠いオーストラリアに行っているようですが、どれくらいのサイクルでメンテナンスを行っているのかは不明です。今回の F-35A 事故機については、製造元であるロッキード・マーティン社と事故原因を調査し、修理するかどうかを決めるのでしょうが、言うまでもなく、オーストラリアでの修理になると思われます。韓国空軍によると、パイロットに怪我はなく、機体にも大きな損傷はないとしています。しかし、胴体着陸をしたのですから、胴体下部は大きく損傷していると思われ、多額の修理費用が発生するでしょう。経費の面から、1機およそ97億円の戦闘機が部品取り用になるかもしれないという声も聞かれます。F-35 戦闘機は、一定の飛行時間をオーバーすると、メンテナンスやエンジンのオーバーホールが必要な機種ですから、メンテナンス費用の節約による整備不良での事故は、
絶対に避けなければならなりません。とはいえ、大事な戦闘機を日本に預けたくないという韓国の気持ちもわかるような気もしますね。日本と北朝鮮が仮にぶつかることになったら、同一民族の方につくのは明白ですから。